はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。ですね、今日は以前素敵にハンドメイドの11月号で編みかけのまっすぐ編む透かし模様のプルオーバーを紹介したと思うんですけど、ようやく完成したのでちょっとご紹介させていただきます。これですね、川路由美子さんのこちら、私はグレーで編みました。はい、完成しました。つなぐところでちょっとんって思うとこはありましたが、なんとかつながって形になりました。で、やっぱり15玉買ったんですよ。15玉買って2玉しか残らなかったので、ちょっとやっぱり多めに買って正解でしたね、これは。でもとっても簡単だったので、なんか服とかそういうのも編んでみるのも楽しいなって思いましたという紹介です。そしてちょっと今日は簡単にできる小物を紹介したいと思います。ではちょっとお待ちください。はい、こちら、冬至箸置きの猫の三毛猫です。これはキャンドゥで買いました。こちらとダイソーのコサージュピンの銀、約25ミリのものですね。こちらと、あとグルーガンです。何を作るかちょっと分かります。これを、この箸置きを見たときに、わー、かわいいって思って、箸置きとしてはあんまりうちはそんな箸置きに箸を置いて食べるっていうお家ではないんですけど、これを見た時になんかブローチにしたらすごく可愛いなと思ってちょっと1個買ってきました。なんか他にも種類がありましたね。ミケちゃんじゃなくてホラちゃん、なんかありましたよ。そしてこれを裏にくっつけるだけなんです。はい、グルーガンが温まったら、この裏にね、ちょっとピンの向きだけ気をつけて、はい、これが温まったのでね、グルーガンでつけていきます。熱いので気をつけてください。なんか残り少ないのか、出にくいです。こんな感じで完成です。で、帽子とかバッグとかちょっとお手持ちのものにつけたら可愛いんじゃないでしょうか。今日は、完成したベストとちょっとした猫ちゃんのブローチの紹介でした。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。